西村彦総理大臣官房ならびに長官渡されました。内閣官房長官お母さん、フィリピン人。いや、ありがとうございます。二度目の優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。関脇、御嶽海関でした。最後いい笑顔になりました。もう時間がありません。舞の海さん、今場所失敗してますよね。でした。これ逆の結果だったら、また今日逆の結果になってたかもしれないですよね。御嶽海は8日目完敗したということで、相当、この決定戦はですね、気を引き締めてぶつかっていったと思うんですよね。はい、あの中日の相撲の後、御嶽海は立ち合いをとても反省していました。それも踏まえて、なるほど、前に見たら立ち合い集中していったということになるんでしょうね。8日目のあの負けた一番というのはもう強烈に引いてるね。引いたんですよね。引いたんですね。あれがね、ちょうど出足が鋭かったんだ。舞の海さんも御嶽海が、はい、まあ、貴景勝は大関に戻るわけですから、次の新大関ですね、はい、一番手は当然やはり御嶽海という、はい、もうなってもらわなければ困りますよね。はい、どんどんこう循環していかないとですね、相撲界も困りますよね。佐藤さん、はい、どうぞ。今場所の高島審判部長代理に、そのあたり御嶽海の大関昇進に向けての、審判部の見通しを聞きました。はい、今場所が起点になることはもちろん間違いないけれども、来場所すぐにどうこうという話は現時点では出ていないと。そうですか。まずやはり来場所の、来場所どんな成績を残すのかということをしっかり見たいという現時点での話でした。はい、まあ、起点になるのは確かに間違いないというところだと思いますが、まあ、来場所、北野内さん、星が上がっていけばですね、またそういう話になっていく可能性はですね、そうでしょうね。この後、幕内最高優勝は関脇御嶽海日立。そうですね、どっかにいるかな。お母さん、フィリピン人。ありがとうございます。二度目の優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。関脇、御嶽海関でした。最後いい笑顔になりました。もう時間がありません。舞の海さん、今場所もありがとうございました。はい、ありがとうございました。一言感想をお願いします。改めて御嶽海優勝。やっぱり一発勝負は強いですね。ね、早く大関になってほしいです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして北の富士さん、来場所に向けて一言お願いします。はい、来場所はもうみんな元気で出てくれるといいですね。そうですね。はい。引いてるね。引いたんですよね。あれがね、ちょうど出足が鋭かったんだ。舞の海さんも御嶽海が、はい、まあ、貴景勝は大関に戻るわけですから、はい、次の新大関ね、はい、一番手は当然やはり御嶽海、はい、もうなってもらわなければ困りますよね。はい、
ですね、どんどんこう循環していかないとですね、相撲界はもう困りますよね。佐藤さん、はいどうぞ。今場所の高島審判部長代理に、そのあたり御嶽海の大関昇進に向けての、審判部の見通しを聞きました。はい。今場所が起点になることはもちろん間違いないけれども、来場所すぐにどうこうという話は現時点では出ていないと。そうですか。まずやはり来場所の、来場所どんな成績を残すのかということをしっかり見たいという現時点での話でした。はい。まあ、起点になるのは確かに間違いないというところだと思いますが、まあ、来場所、北野内さん、星が上がっていけばですね、またそういう話になっていく可能性はですね、あるでしょうね。